今度新しく冊子を作るのが女性の治療と養生という冊子を作ろうと思います。ね、これホッチキスで止めたのがありますから、これちょっと出してください。なんかこういろいろ冊子を、皆さんお手元にもあるでしょうけど、冊子を作って、昨日も、ああそれじゃあこの虎の巻あげましょう、ああそれじゃあこれで同心法がありますからこれ見てください、10ページか20ページ20ページ前後ですかねの冊子なんですけどね、治療やってるともうそれで大体全部できるんですよね。たった20ページぐらいのこう A4 版の薄いものでですね。でまあ本っていうのはその書く人が、どんな学校を出てどういう生い立ちでっていうのがずっと始まって、ご自分の恩師がまあ、私だったら浅見哲夫先生がどういう人でっていうのがずっとこうつながって、最近の話と未来の話といろいろあった中に10ページぐらい肝心なところが入ってるんですね。肝心なところがドカッとこうまとまってる本もあれば、なんかこう出し惜しみしながら、間に少しずつこうエッセンスが出てる場合もあります。私そんなの作れませんので、まあ予約してしまってパッとこう一冊にすれば、まあ20ページ前後ぐらいでその治療の本なんかできるんじゃないかなと思います。で今度も、女性目線というかですね、女性をターゲットにした冊子を作ろうかなと。まあ今までのこう集大成すれば、女性の治療はこうすればいいのかなっていうのはもう書いているんですけど、私のところの銀杏治療院の患者さんっていうのは、まあ、こう書いておりますと9割方女性ですので、まあ、女性の健康を考えて女性を治療しないと、日本が健康にはならない、日本経済も、おぼつかないと、そんなことを考えまして、まあ女性の健康についての冊子を作ろうとしております。もともととても健康な国日本だったんですね。で、さまざまな欧米化近代化とともにどうも健康ではなくなってきた。特に日本の女性の健康が脅かされるようになってきたんですね。その分病気とかいうのも随分とこう複雑化していきました。で昔は人生50年といって50歳で亡くなったもんですから、まあ50歳以降のことってあんま考えなくてもよかったんですね。まあ、どうせ死ぬんですから、死ぬ頃のことなんか考えなくたって、もうまあ60歳まで生きたとしても10年間余生をのんびり過ごしてれば10年経ってしまうと思ってたんですけど、今もう100歳人生なんか言ってますから100年ですよね。だ50歳人生50年と言ってたのがあと50年もう一回あるんだというと、これはちょっと考えなきゃいけない。でその目安がやっぱり50から60にの頃ですね。で薬とか手術もその時は良かったですね。ところが後になってくると、この手術とか薬のおかげでなんか体調がどうもよろしくないなと、それがこう繰り返されてきたのがここ2、30年ぐらいですね。あの時使ったあの薬がどうも良くないと、で子供たちあなたたちちょっと気をつけなさいねっていうようになったのが最近ですよね。でもこの最近ここで50歳60歳70歳となる人は、そんな危ない薬があるんだったら、そんな手術で失敗したんだったら、なんかその前にやることはないのという気持ちに皆さんなられてらっしゃるわけですね。もう私もそうだと思います。まあ、それはさておき、この1877年にエドワード・ S ・モースという人がいらっしゃいます。そこの商談にこの本が入ってるんですけど、日本その日その日というのを書いていらっしゃいます。まあ外国から来た人が日本を見たらどういうふうに見たかという、そういうことが書いてあって、ものすごくその日記みたいなもんですから面白いんですね。日本の食卓は非常に貧しいみたいなことを書いてたりもするんですね。で、なんで貧しいかっていうのは、いや別は貧しくはないんですよ。
自分が食べてたものと比べたら違うというだけであって、それをやっぱり、まあ、どこの国の人でもそうですよね。自分の国が一番と思ってるわけですから、自分の国から想像すればこいつは貧しいというふうに捉えるわけですね。皆さんだって外国行って、あそこの国の食べ物がなんだか貧しかったと、日本の方がバラエティーがすごかったとかですね、言いますよね。世界で一番下手くその料理はどこだ、だからイギリス人だとかなんか言うこともありますよね。それでも自分のこう料理をこう対照的にこう言ってるわけですよね。で当時のまあエドワース・S・モースさんが日本のことを見て、どう思ったか。でもその中でも日本人の女性と子供についてはもう絶賛しております。とにかく日本人の女の人はたくさん子供を産むと、まあ皆さんの、ご兄弟なりその上の世代を見ると5人兄弟なんか普通だったわけですね。下手すら10人ぐらい産ってたわけですよね。でそうなると通常その上のお姉ちゃんとかお兄ちゃんは下の子の面倒を見るというのは普通でしたから、どうもこういうのは諸外国ではなかったみたいですね。で子供があんまり泣かないとも書いてます。泣かないっていうのは子供はおべっか使ったりしませんからね。親が困ってそうだからちょっとここで泣くのやめとこうかな、そんなことはないですね。親が困ってそうだなと思ったらわざとのように泣くのは子供ですからね。で自分に気引いてお願いしますってこうね、相手してくださいっていうのが子供ですから。でもそんなことないんですね。子供は非常に豊かに生活してたわけですね。でそういうふうに子供も健康、お母さんも結構すごくおっぱいが出るっていうのもちゃんと書いております。でこのエドワード・S・モースさんっていうのは、横浜のちょっと向こうの大森というところで貝塚、貝のゴミ捨て場ですよね。言ってみれば福岡でもそこ貝塚って駅ありますよね。あれ貝一泊を捨てて山になってたんですね。貝塚、昔の人は貝をたくさん食べた。でおそらく貝、魚介類と言いますけど、この貝類っていうのは日本人の食性に一番合ってるのかもしれない。それだけ食べたんじゃないかと思います。まあ、そういうこともたくさん書いておりました。まあ、お時間ある方はゆっくりこれお読みになってみたら、こんなことを書いてるんだなと、見てるんだなと、絵が面白いです。それとなんかこうちょっとした漫画みたいにちょっと書いてるんですけど、それが非常に面白いですね。たくさんこれで勉強させていただきました。で日本の生活、日本の食生活、和食とかいうのはまあこの辺ぐらいが一番いいところじゃないかと思います。江戸時代後期から明治の頃とかですね、まあ昭和、大正から昭和ってこの戦争がどんどんありましたから、じゃあその前となるとこの辺が、和の文化と和の食事を持っている頃じゃないかなと思います。1800年代ですね。中高年の女性が多い銀杏治療院では、若い頃の食生活、生活習慣や手術、怪我などの影響が50を過ぎる頃から出てくると。で不快の症状が出てきて、それをまあ治療しているっていうのが半分ぐらいです。だから患者さんが治療に有名になったら、昔その手術したのは何がありますか、大体聞きます。まあ、問診票のところに書く欄がありますからね。で、最近で言ったら圧迫骨折しましたとかね、大腿骨の骨折しました、胃潰瘍で胃の手術をして、で、まあ、ちっちゃい頃盲腸の手術したことあります。昔盲腸流行ったんですね。あ、盲腸が流行ったんじゃないですよ、盲腸の手術が流行ったんです。何見てもお医者さんは、あ、これ盲腸だって、腹切りたいもんだから切ってみよう、切るわけですね。だから盲腸の手術が流行ったんです。だから今の80歳70、80の人たちって結構な確率で腹切ってます。右の下腹部に傷があります、盲腸切ってるんですね。でこうやって順番で圧迫骨折、大腿骨、胃の手術、盲腸っていうと、どれから治療するかっていうと、この盲腸、中枢炎の手術の治療から、この手術から治療を始めるんですね。手術とか骨折とかの後遺症っていうのは古いのからやりますので、一番古い怪我、傷は何ですかと聞いて、手術は何ですかと聞いたら、大体盲腸ですから、ここからいきます。
で私がもうこう命をかけてそんな古傷の治療、まあね60、70、80になるとそういうのが影響してきますからやってるんですけど、これを研究してる人っていうのがこれまた少ない、ほぼ皆無ですね。なぜかっていうと、人がやった手術の後をほじくり返してああだこうだ言ってもですね、一線の得にもなりませんしね。もしお医者さんがそんなこと言ったってもう天に唾するようなもんで、必ず自分に降りかかってきますから、もう絶対やりません。もう外科の先生なんか絶対やりません。まあそういうのが現状でございます。で、女性の体の不調っていうのは薬や手術で解決しにくいことが多いと、まあそう言ってもそれ以外やることないから、まあ、これをやろうと。で、お薬と手術と、まあそういうのでやったらどうかなと。それから保険が適用だからやってます。これは保険の適用になってるか適用になってないかっていうので医療が決まるんですね。外国に行きますと、ほとんどの国で治せるのが医療なんですね。病気になりました、じゃあこれ治そうと、それには何がいいかって、この薬草を持ってきて煎じて、その間、一生懸命拝んで患者さん撫でてあげようと。それが一番治る方法だったらそれをやるわけですね。でも日本は違います。日本は保険の適用があるのが医療です。保険の適用にないのは医療とは認められてないんですね。だからどこの病院行ってもそうでしょ。私みたいに自由診療で保険使わなければ何でもできますけどね。それは法律の枠はありますけどね、その中でやればできるんですけど、残念ながら、今の医療というのはその保険の中で出来上がってますから、そうやって自分勝手に自分の好きなことやりたいって言ったら大体飯が食えないことになってます。私の知り合いの先生で何人かそういう人がいるんですね。ちょっと暇だからこう先生とか遊び行こうかなって言って、うちわーって病院入っていくんですね。でこうして誰もいない。さあ受付の窓がガラガラッと開くんですね。あ、受付が開いたからこんにちはってこう顔見たら、その先生が出てきてるんですね。で先生受付いないんですか。あ、受付僕がやってますって言うんですね。でまあ治療室こう入っていって先生とこう話してとこうシーンとしてるんですね。で先生看護婦さんいないんですか。あ、看護婦さん僕がやってますって言うんですね。そうですか。で結局先生一人でやることになる、儲からないからですね。あの先生もどうなったかなと思うんですけど、まあそういう病院が多いですね。今日も朝の患者さんが自分の娘さんの、連れてその精神科に診療内科とかですね、まあ、行ったらすごく扱いが悪かったと、なんか寄り添うなんていうのはこいつらにはないのかっていうふうにすごく怒ってらっしゃる。とにかくこう娘は高校言おうかなと思ってるのをもう全部パスパスと、ああそれはもうそれはまあ好きにやってくださいと。で病院どうしようかな、もうちょっと来るのやめようかなみたいな感じのことを言って、ああいいですよ、うちは来る患者さんだけやりますから、あ来ない時はまあご自分で判断してくださいって、これで終わりだそうですよね。でこれがあの心療内科とか精神科ですから、とても寄り添ってるとは思えないです。でそこでパッと思い出したことがあった。でこれ余談ですけど、ここに何も書いてないんですけど、私 の、 あの知り合いの外科の医者がいるんですね。でその先生は非常にメス上手で、私もその先生が切った手術っていうのを何人か見たことがある。で乳がんの手術をこう見て、これ上手に切ってますねって言って感心した乳がんの手術もあるんですね。いやこれ、そこ病院がちょっと向こうの産後線とかあるんですけど、そこの先生に切ってもらったってですね、こんな上手だっていう話をしてたら、で3、4年したらですね、清潔歯楽に興味があるんです、今からそちらを伺ってもいいですかって、病院の先生から電話かかったんですね。で、はいいですよ、まあ、うちは鍼灸治療院ですけど、で僕の肩こり治してくださいって言ってきたんですね。で清潔歯楽してあげて、いやこれはいいって言ってやったのが、そこの千鳥橋病院っていうところの熊沢先生っていう外科の先生なんですね。で話を聞いたら、その手術をした先生だったね。でこの先生がその後そこでホスピスを作って中川病院に行って外科をやってたってあることから、メスをもう捨ててしまった、やめてしまった。何かっていうと、やっぱりいろんなあの家族とか、ご自分の身の回りのいろんな物事で複雑なことがあったもんですけど、ちょっと東京に行ってカウンセリングを受けたんですね。そのある
特殊なカウンセリングがあって、その先生のとこ行ってカウンセリングを受けたら、ずーっとその先生がその熊沢先生の話を聞くそうです。で、息子も奥さんもこう連れて行ったりする、その話もずーっと聞かれる、延々聞くんです。で、また次来てくれる。で、また話をさーっと聞いて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 くれるそうなんですよ。で、あれと思ってメスを捨てて、俺もこういうのをしたいって言って開業された。で、いろんな悩みがある患者さんをもう今まで何人か紹介したんです。今日午前中おいでになって、今ご自分の娘さんのことですごく悩んでるこの患者さんにも、あ、そうだ、熊沢先生いたんだと。で、天神でね、あのイムズっていうビルがあるでしょ、あそこの中でやってらっしゃるんですよ。よくそんな医療で儲かりますね。相当高いんでしょう。髪結いの停止状態、奥さんが整形、あの美容整形の方やってて、それで儲かるもん。ご主人はそれであの自分の好きなことやらせてもらってるんですね。だから、まあそういう余裕もあるもんですから、まあそういう、まあカウンセリング医療みたいなことですね、やってらっしゃる。で、話をした、それはいい、ちょっと私がとにかく行ってみようと。で、その後よかったら、もうその今日の今朝の患者さんももう疑心暗鬼になってるんですね。医者で精神科みたいなとは、まあまた薬安定剤かなんかバカッと出してそれで終わりだろうみたいな感じで思ってるのが、どうも違うみたいだから、じゃあまずは俺行ってみようと、そういう話になっております。まあ、ちょっと珍しい先生ですね。時々私も行くんですけど、まあ鍼灸師も私も珍しいですから、珍しいと珍しいもん同士意外とこうくっつくんですよ。こうなんかこうピュピュピュって、ああなんかここいい面白いのがいるなとか言ってですね。で、こっちもピュピュピュ、あ、こっち面白いのがいるなとか言って、でのなんか奥の方で、あのくっついたりしますので、まあ、そういう先生もいます。あのなんかそういうので悩んでらっしゃる方は、紹介しますので、どうぞどうぞ。で、次ですね、女性の治療。まあ、病気とも言えないようなことがほとんどですから、患者さん自身で治せることが多いんですね。まあ、生活変えたりいろんなことで、あれ、こんなことで良くなったのみたいなね、ことがあります。で、この方法を知って、大体その女性がそれで悩んでると、その子供孫っていうのは同じように悩みます。それと同じようなことで、で、それその方法を開発するなりですね、我が家はこういうふうにして治療、こういう食べ物はいいよ、ダメだよというのを研究するのがこの女性の務めですので、これは男性には不向きです。あんまり上手じゃないです。男だけ適当なことをやってると言われればそうかもしれません。私も反省しておりますけど、まあなんとか、少しぐらいお役に立とうかな。次のページって言って、まあ今女性のその治療が一番大切だというお話をして、あ、この次の次のページに出てくる三陰交というツボがあるんですね。今2ページやってますよ。三陰交は先ですけども、読まないでくださいね。このツボだけ、僕はツボの名前なんかほとんど言わないんですけど、このツボの名前だけは覚えておいてください。もう女性のためのツボみたいなのがありますので、なんか困ったなと思ったら、まずそこにあの鉛筆なりハッピーバッジを貼ってみるなり、なんかすればいいことがあるかもしれません。さて、人生50年、50歳からあと50年、100年、100歳までですね、どうしようかなと考えてください。男女ともに50歳は人生の大きな分岐点と、50歳から100歳の人生を始めるスタートラインです。50歳はあと50年の0歳と思ってもいいぐらいですよね。で、50歳になったら今まで壊したところのメンテナンスやったり、生活がどうも悪かったら変えたりとかですね、方向をちょっと変えるというのがこの50歳です。で、50歳から始めた人は60になると、70になると、80になると、やらなかった人よりも何か違うことが出てくると。もう私50歳過ぎましたという人は今日はちょっと
多いと思うんですけど、私も50歳過ぎましたので、60歳から始めたらどうなるの、60歳から始めても十分いい、70歳から70まだまだ若いと、ね、80歳からは80からでも十分いけます。今うちでそこ運動でねピラティス行ってもらったりとかしてる、今最高齢が89歳ですから、89歳の人がこう1ヶ月前から運動始めたんですから、十分大丈夫です。まだ90前だったら若いと思ってくださいね。90過ぎても今が若いです。ここから先年来るばっかりですから、あ、今やりたいと思って今一番若い時ですから、ここでやらないと、一番若い時に始めた方がいいんですからね。来年やりますって言うともう1年年食いますから、もったいないですよその1年間。まあこういうふうにやった人っていうのは体が違うものになります。で1年もやれば1年後には違うあなたがそこにいるわけですから。50歳からのいろんな病気とか症状が出てきます。まあ婦人科が筆頭でしょうね。でその婦人科に伴ってこの腰痛というのが出てきます。まあ更年期障害、これ障害ですから病気じゃないんですよね。これうまいところ60が70になると、まあいろいろとこう取れてきたりするんですね。腰痛、もう一つは今度は膝の痛みというのが出てきます。これからちょっと膝の痛みもやりますけど、これは靴が悪い、靴の鋼材たるやもう激しい、あんな悪いものはない。靴屋さんを、私20何年靴屋さんやってましたけど靴は悪い、そこからこう始めればいいんですよね。なんかいい靴ないのかなと思ったら靴はいいものって考えてしまうんですけど、靴は悪いものです。靴で必要ないんですね。そう思うと、選び方も変わってきます。で衰えるのが目とか耳ですよね。目が見えない、耳が聞こえない、治療して膝の痛いのが良くなります。腰が良くなります。他なんかないですか。いやちょっと耳鳴りが、耳鳴りね、あなたの白髪と一緒で耳鳴り、その白髪みたいなもんですよ、なかなか若返るわけにいかない。まあ歯もありますよね、歯が衰えるというのもね。歯はやり替えるっていうのは意外とできますからね。目も眼鏡かけたら少しはいいっていうのもありますね。でも元から目ん玉が悪くなってしまうとちょっと困ります。体の衰えっていうのは筋肉の衰えですから、こう転倒したり骨折したりが増えてきます。最近よく見るのが街中で歩いてる人で、田舎のおばあちゃんじゃなくて都会で腰の曲がったおばあちゃんっていうのはね、いらっしゃるんですね。めまいというのも女性に多いですね。昨日一昨日来られた患者さんもめまいで来られたんですね。でめまいでこう右はいいんですけど、左にこうするとヨロヨロヨロっとこうめまいがするんですね。で下を向くとウェーッとこうなるんですね。で上は向こうとすると上も向けないですね。でこう横にこう顔を振ろうとするともうちょっと具合悪くなるんですね。でまあいろいろ治療して半分ぐらい良くなったんですけど、あとの半分は、眼鏡だろうということになりました。その人の目が非常にこの右と左の差が激しい、目をしてらっしゃるんですね。ですからこう片目で見る方がこう綺麗に見えるんですけど、もう片方で見るとなんかやっぱりこうなんとか調整しようとしてるんですよね。それでなかなか良くないでめまいがするという人もいました。まあ、あんまり目の具合とかめまいとか目に関することが多かったから、今宮下先生にもう6、7になりますかね、ここで検眼やってもらってます。来週も検眼やりますけど、まあ、来週ももう満員になってます。もうその次になってます。こういうふうにもう検眼は、うちでは最重要課題ですので、高齢女性はですね、絶対うちに来てる人は検眼やってみてください。トイレが近い、霜の、問題っていうのはこれはもう男女問わずですけど多いですね。特に女性っていうのはなかなかこの問題を口にするのは分からない。まあ男だってあんまり言いませんよね。まあ大体男もしょんべん出にくくなったな、旅行屋なんか行くと分かりますよね。ちょっと一休みしようか、よしじゃあトイレ行こうってこう並ぶと時間が昔よりかかるんですね。2、3時間かかる。
それから女性の髪の悩みというのも非常に増えてます。昔はこの頭のてっぺんというのはこう剃ったりしたんですね。女性も中剃りをするとか、ちょんまげっていうのはここをこう剃ってますよね。やっぱ頭っていうのは涼しくしてた方がいいんでしょうね。それはいろんなストレスが加わるから、こうストレスがこれを発散するために薄くしてた方がいいんでしょうけど、今の女性はストレスが多いからか、自然にここがこう薄くなってるんですね、頭の頭頂部が。この間もこう頭の白くをしようと思って、こう白くのこう道具を持ってですね、はいじゃあ頭ってこうやったら、ね、パスって刺さるんですね。おかしいなと思ったら、その何のウィッグとかなんかいうあれをかぶってらっしゃる。今のは本当に成功にできてます。こうやって目の前でこうやってるのにわからない、ね、あれはすごいですね。治療には大変です。もうこう外してもらった方がいいですね。でうちのおばあちゃんがよくやるのは、あの黒い天花粉みたいなのがあるでしょ、黒の天花粉、あれパタ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 やるんですよね。そうすると髪の毛がものすごく増えたように見える、ね、いいですか。ですごいなと思うんですけど、あれ頭の治療するときは大変です。もしこう振りかけかけてる人は、治療に来るときは頭のこれしないでください。でね、最初知らずにおばあちゃんの治療するのをこう拭いたんですね。なんかおかしいなと思って面見て真っ黒になるんですね。あれと思ってまたこう、あれもう5、6回面見と変えてこう拭くんですけどね、地肌が見えてこないですね。もうおばあちゃん80いくつですから、よく見えてないから、もう同じとこばっかりパタパタやってるんですよね。もうてんこ盛りになってるんですよね、こうやって。いいものはあるんですけど、まあ、治療科なんかですね、髪の毛っていうのも大変です。あと痔ですよね。痔もなかなか悩ましいものですね。まあ50歳からはこういう問題を解消しながら、60歳、70歳、80歳、90歳、100歳と行きましょうと、こういうことです。それでまず手始めが腰痛と女性と、ここからが本題ですので、今日は9ページ、8ページまでいきます。来月9ページからいきます。これはその冊子を作っている、原稿なんですよ。でもうここ赤でいろいろこう印つけてますけど、これ3回ぐらい今4回ぐらい読み返してるんですね。もう今私のパソコンに入ってるのはこれじゃないです。もう違うのが入ってます。でこれはその1ヶ月ぐらい前に僕が原稿バタ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 こう打って、思うに任せてバタ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 こう打ってるわけですね。それを皆さんにもうこの原稿を打ちながらまた別のっていうのはもう無理ですから、それに治療もしなきゃいけませんしね。でもこのまま A 目相って言ってパッとこう印刷して送ってしまったんですね。ですからこれ信じないでください。変更になりますので、一応、そういうことですから。でも腰痛というのはやります。腰が痛い、腰が重たい、ぎっくり腰をやりそうな感じ、それとは時々辛くなる腰痛、時々辛くなるんですから時々楽になるんですね。それで女性でこの婦人科の問題で腰の痛みが出てるっていう人は非常に多いです。私は関係ない、そんなことないですよ。私はもう用がなくなったから関係ない、そんなことないです。やっぱりそれでそれなりにあります。で婦人科の場合は壊れてはいないけども働きがおかしいと、それで腰痛が出てる場合が結構あります。まずは生理痛ですよね。生理痛では副交感神経の働きが強くなって、副交感神経っていう神経が自律神経の片っぽの方にあるんですね。もう一つは交感神経です。この副交感神経の働きがすごく強くなって、感受性の高い子宮、その患者さんの体の中で子宮っていうのが非常に感受性敏感であったとすると、副交感神経が興奮したってっていうのをですね、その子宮っていうのが受けて、いろんな症状ですんですけど、この中で一番子宮の症状として出るのが腰痛なんです。だから生理痛やなんかで腰痛がひどいという方もいらっしゃいます。でこれはですよ、子宮や卵巣が壊れているわけじゃないんです。壊れているわけじゃなくて、
ちょっと働きがまずいなということですから、産婦人科行ってレントゲン取ってもらったり CT スキャン取ってもらったりしても、あーってこうね、ちょっとこう光ってる間にプッとかやったりとか、パソコンピッピッと、あー大丈夫ですね、悪くないですねと、大丈夫ですよって言われるんですね。で、大丈夫じゃない、大丈夫じゃないから今日ここにあなたの前に来てるわけですから、あの本人は大丈夫じゃないって言ってると。でも先生が見た感じでもう悪くないですねと、というのは壊れてませんねっていうのを言ってるんですね。先生としては変なおできができてるわけじゃない、ボコッとこう穴が開いてるわけでもない、で壊れてはいませんねと。壊れているかどうかっていうのを見るのが病院の検査です。働きが正しいか過剰になってないか弱くなってないかって、それはほとんど見てないです。で皆さんが腰痛とか不快な思いをしているのは大半が働きがおかしいということですから、そっちの治療をした方がいいですね。婦人科の機能は弱くなってないのにと、弱くなってて良いのに必要のない刺激によって強くされていて、これ何かというとホルモン剤です。女性ホルモンです。もう年が更年期過ぎて50が60になってて、もう婦人科はゆっくりお休みいただいていいですよという状態になっているのに、変にホルモン剤で刺激をされると体調おかしくなってきます。その時はいいんですけどね、その時はいいんですけど、後で体調悪くなってくる人がいます。よく言われるのが、このお薬飲んだらがん検診は毎年やっといてくださいねとこう言われることがあるんですね。なんでがん検診、まあまあお年ですからと、そろそろそういうのも、乳がんの検診とか子宮がんの検診とかやった方がいいでしょうと。なんで薬飲んだらやらなきゃいけないのかなと、そこで気がつかなきゃいけないんですね。この薬を飲んだらそういうがんの検診をしなきゃいけないというのが あるわけですね。それは必要のない刺激を受けてしまうと、ちょっと間違えたような細胞ができることがあるということになっているわけですね。副交感神経を抑える治療は手足の薬指、手の人差し薬指と足の薬指です。 H の5と F の5と、これを清潔しらくします。そこをまあ刺激するわけですね。そうすると原因となっている副交感神経の興奮が収まって、子宮の症状は収まって腰痛も取れてくると。でこの場合はですね、清潔しらくがどうも婦人科の働きの強さのためかなっていう時には、手の H の5のここから先にやってください。足の薬指をやってしまうとですね、まあ腰が痛いとなると腰から下っていうのはまあ足につながってるわけですよね。手の薬指でも同じように副交感神経を抑えることができるんだったら、まあ、手が腰につながってると言えなくはないですけどね、こうつながってると言われればですね。でもなんか手というのはこの横隔膜から上のことやってると、浅見先生はよくそう言われるんですね。足というのは足からお尻から腰、このおへその上の横隔膜から下のことやってるんだと。ですから手の薬指の治療をやって腰の痛みが軽くなるんだったら、あ、これは副交感神経異常興奮の婦人科の腰痛ではないかなと、それが分かるわけです。まあそれで良くなったら、あ、じゃあ、足もやろうかなと言って、足もやってください。生理痛ですね。生理痛は副交感神経の異常興奮が原因となることが多い。副交感神経の異常興奮を感受性の高い子宮などの生殖器系が受けていると。副交感神経の異常興奮によって放出されたアセチルコリンとかアドレナリンとかいうのが出てくるんですね。でその中のアセチルコリンというのが副交感神経がわっとこう興奮すると出てきます。でこいつが子宮の中に入ってくると腰痛を起こすという研究があります。だからこのアセチルコリンが出てこなければいいんですよね。たくさんね、ちょっとは出てこなきゃいけないんですけど、で生理が始まるというのは自律神経、副交感神経がちょっと働きを強めると始まってくるわけですけど、
必要以上に働きが強くなると、過活動になって腰痛が起こったり、出血が多くなったりと、こういうことになります。副交感神経異常興奮が原因なんですから、生理痛の腰痛とともに副交感神経の症状である偏頭痛、イライラ、めまい、だるさ、元気がなくなるというね、それとかアレルギーの症状、こういうのが生理痛と一緒に出てきます。だからお帰りになって娘さんとかお孫さんが、もうおばあちゃん生理痛がひどいのよって言ったら、どれどれ貸してごらんって言って、手の薬指を生理が始まる1週間ぐらい前からこう刺激するんですね。そうすると、おばあちゃんやっぱり知恵が深いわねとか言ってこう喜んでくれるわけですよね。こう薬指ですよ。で、腰痛の診断、診断というのはそこの後ろに同診法という冊子があります。その冊子見てください。で、どういうふうにして診断するかというと、まあ、立っていただいて腰を前に曲げる、後ろ反る、横に倒す、それから回転すると、こういうのが大体腰の痛みを見る同診法なんです。それからもう一つ、婦人科ではですね、その腰の痛みが立ってるとどうなるか、立ってる痛みは寝たらどうなるのか、これちょっと考えてください。だから寝た時に右を下にして寝たらどうなるか、もう左をして下を見たら痛みがどうなるのか、こういうのを見ていただくともうちょっと深く分かりやすいですね。だいたい婦人科の場合は 寝ると楽になる人が多いですよね。で、外から帰ってくると、ご主人が、なんだうちのはまた寝てるとですね。で、そういう奥さんは、まあ、婦人科はちょっと弱いですね。で、そういうのを目安にしてください。で、次のページ行きましょうかね。で、診断法の中では今やった動診といって体をこう動かしてどうかなっていうのと、もっと簡単なのが、叩いたら痛いかどうかです。叩いたら痛い、痛みがあるところを軽く叩いてください。どのような痛みがあると、叩いたらお腹に響くような痛みがあるのか、叩いてみると右かと左かどっちが痛いのかな、腰のどの部分が痛いのか、もしかすると叩いても痛みが全くないかもしれません。それから痛みの種類が、ちょっとでも抑えると痛いか、痛みが出る激痛と、なんか深いところにあるなっていう鈍痛と、ヒリヒリするようなピリピリしたような痛み、いろんな痛みがありますから、そういう痛みをこう書いとかなきゃダメですね。どういう痛みがあるのかと。で、体を動かしたら、例えば後ろにこう反るのが、反ると腰が痛かったとかね、こう叩いたら、腰の真ん中あたりで叩いたらお腹に響くのがあったとかですね、そういうのを書いておいてくださいね。で、まず最初に婦人科じゃないかなと思ったら、まあ思わなくてもいいです。女性の方が腰が痛いと思ったら、まずこのここに書いた三陰交というのをやってみてください。この多くの場合が婦人科のいろんな症状とか病気を治すツボというふうに言われています。三陰交は内くるぶし、内くるぶしですね。これから指を4本だいたいこう並べたぐらい、まあ、6センチから9センチって書いてますかね、まあそれ以内ぐらいのところに骨の際、ここの写真がありますでしょ、その骨の際のところをこう押さえて一番痛いところを見つけてください。これが三陰交です。で、ギャッっていうふうに痛いところを押さえると。で、この足は右足と左足と、両方ありますので、これの右と左を押さえてどっちが痛いかっていうのをまた探してくる。右が痛いのか左が痛いのか、どっち側の方が痛いのか。通常はだいたい痛いという方に、治療すればいいんですね。でも両方痛ければ両方やってもいいです。その時は両方一緒に鉛筆芯とかハピパッチを貼らないでください。もう片方ずつですよね。片方ずつ貼ってどっちがいいのか、やっぱり両方やった方がいいっていう場合もあります。治療法、
三陰交への治療と、三陰交の治療には、肥内神と塩皮神とハペパッチと、大体この3つを使います。肥内神っていうのは、まあ、長さが1センチぐらいの針で、これをこうピンセットで持って皮膚にピュッとこう刺す、もう痛くもなんともない針があります。これはもう私が鍼灸学校出て以来、こればっかり何十年もやってたんですね。まあ、一般的なこう長い針ってもうあんまり刺したことないです。その短い針でこうやってこう治療するのが性に合ってたんでしょうね。思ったらもうそればっかり何十年かやってましたから。でもやっぱりよく治るんです。面白いからやってた。まあでもこれは鍼灸師じゃないとやれません。で、パイオネックスっていうのがありますね。あれパイオネックスはないな。あ、パイオネックス。でパイオネックスは、あ、ピンクのあります。これは確かピンクのは針先が確かついてないんじゃないですかね。あ、今いろんなもの出してますから、これだったら一般の人でも確か、触れるようなものがあるんですよね。でこのパイオネックスを押さえて痛いところにペタッと貼ってみてください。最初は右と左と比較して痛い方にプッと貼るんです。あ、その前に押さえて痛い方、押さえて痛い方を押さえて、もう矛盾すること書いてるんですけどね。押さえて痛い方を押さえて腰を動かしてみてください。これ一人じゃ絶対できませんから。三陰交を押さえた時点でもう腰曲がってますので、これ家族でやってください。一人じゃできません。三陰交の痛いところを、例えば、お母さんが娘さんのすねをこう触ってですね、これお父さんがやると変態とか言われそうですけどね、大概ね。うちはないです。うちは一応私鍼灸師ですので、お父さん治療する人って大体も家族分かってますから、ちょっと足出しなさいってこうやってもね、あんまり怒られません。でもまあお父さんがやるときにはよくよく説明して三陰交を探して、あー父さんそこ痛いって言ったら、そこをですね、痛がらないぐらい、痛がるというのは強く押さえすぎてるんですよね。だから痛がらない程度、どのくらいかというと、ゆで卵がちょっとへこむぐらい、ゆで卵がピュッとへこむぐらいの強さで、親指か、まあ、どの指でもいいですから、軽くプッとこう押さえておいてください。それで、娘さんに、はい、腰を動かしてごらんと言うと、腰がこう、あ、なんかこうやって動かしたら楽になったと。それは当たりですよね。それでもダメな時は反対側を押さえてる、あ、こっちの方がいいっていう場合もあります。そこにずっと手で押さえてるわけいかないから、それの代わりに、まあこうハペパッチなり鉛筆芯を貼ると、親指の代わりですね。まあそういうふうに。でこれが鉛筆芯で、もう一つは、ハペパッチというのがあります。ハペパッチがちょっとないですね。こういったかな。ハペパッチというのはシリコンでできたものですから、痛みは全くありません。でハペパッチでもよければ鉛筆芯でもいい、まあ何でもいいですから、そこに、やってみてくださいね。で効いたか、効いたかどうか確認しなきゃダメですよね。これはもう直後です。鉛筆芯なりハペパッチをパッと貼りますよね。貼ったもう直後に体を動かすと変化します。それとか、まあ先々やりますけど、お腹こう押さえて、おへそのこう、ああなんかここが調子が悪いと、お腹押さえると嫌な感じがする、こっちが嫌な感じがする。で腎臓だったらもうちょっとこの辺ですし、膀胱だったら真ん中あたりなのがちょっと横にずれてるな、これはなんか卵巣かなんかそんな婦人科系かなと思ったら、ここを押さえてもらったまんま三陰交に鉛筆芯を貼るんですね。もしくは、まあ、私は大体そういう時は足元いますから、三陰交を軽く押さえて、でもう一回ギュッと押さえてもらう。そしたらもうその時点でこの子宮の痛みはふっと軽くなります。そのくらいの効果があります。ですからこの患者さんが訴えているのが婦人科疾患なのかどうかっていうのを鑑別診断する一つの材料にもなると思います。
で 5ページ目ですね。次のページいきましょうかね。私はカバンの中に毎日治療道具を入れております。ですからどっか、お茶飲みに行って、いつもこう行きつけの喫茶店みたいなのがあるんですけど、そこに行ってみんなでわーっとこう喋ってると、なんかこう肩こんなやってる人がいたりするんですね。どうしたのかだったよ、まだムチ打ちやって首がとか言うと、あ、ちょっと、すぐそこで治療するわけですね。しょっちゅうです。まあ、ボランティア、私の生きがいと思ってやるんですけど、まあ、そういう時でもいきなり針出してビシュッと刺したらびっくりしますから、そんなことはしませんね。で、道具がない時も自分の手で押さえて、でこれ押さえてるけど押さえたらどうなるって言ったら、あ、押さえたら楽になりますね。で、そういうところを探して、じゃあこれが押さえてるの大変だから、じゃあこれちょっと一つ貼ってみようと、ね、0.6 ミリぐらい、もう研ぎよりも短いから心配いらない、パッと貼ったら、わあ、楽になるね。でも普通そんな治療の道具持っていかないですよね。で、ゴールデンウィーク10日間ありましたけど、その中でも結構メールが来たりしました。先生、今ここでこんなことになってるんですけど、どうしたらいいでしょうって言ってね。で、なんか治療道具持ってますか、あの整形指らくを好きな方たちはみんなこう持ってるんですね。アルコールの綿花と、針はありますとかね、これは大したもんだ。中には何にもないっていう人もいるんですね。何にもないで、ここに次にこう書いてある。まあ指で押さえてもいいんですけど、指でずっと旅行中押さえてるわけいきませんので、指の代わりに何か刺激するものはないかと。これがここに書いてある絆創膏とアルミホイルです。絆創膏がなければセロテープでも何でもいいです。テープであれば何でもいいです。くっつけばで、セロテープでも何でもいい。でもう一つはですね、丸い粒、ちっちゃな丸い粒の、ものがあればいいです。これアルミホイルを1センチぐらいに切って指先でくるくるくるっとこう丸めます。それでもいいです。それからゴマ、ゴマも丸いでしょ。でもあれこうやったらすりつぶされてしまいますので、まあ、ゴマはすらないでくださいね。それから100均やなんか行くと、あのビーズがいっぱい売ってます。あのなるべくちっちゃめのビーズ、あれでもいいです。それもない。だから道路見たら砂が落ちてますよね。その砂でいいです。砂の直径が1ミリ以下ぐらいのちっちゃな砂拾ってください。何でもいいです。何でもいいですから、ここの写真にあるように絆創膏の真ん中にそのアルミホイルをまとめたのとか、マスタードの種もいいですよ。マスタードの種もちょうど大きさがいいぐらいですから、それも貼り付けて、でそれを今言った例えば婦人科だったら産院口のところにペタッと貼り付けるんですね。それで効きます。それで効きますと言ってもですね、おそらく9割ぐらいの人たちが信じないんですよね。まあ信じられないでしょうね。僕も最初に学校で、いやこれでも効くんだと、何でもいいから貼ってみろと、とにかく優しい弱い刺激だったり、なんなら絆創膏をペタッと貼っただけでも違うからねということを聞いた時ですね、そんなんだよな、治るんだったら俺も免許なんか取らんでもいいじゃないかと思ったんですけど、実際それで効くんですね。で、これちょっと研究してみるべきだなと思って、それ以来もう三十何年間こういうもんでも治る、ああいうもんでも治るというので、いろんなもんでやってます。まあこの紙でもいいですよ。紙をこうちょっと端っこを切りましてね、でこれをこう一生懸命丸めるでしょ。これを絆創膏に貼って、例えば眼精疲労がするって言ったら眼精疲労をこうするようなところをこう貼り付ければ、それでもいい。紙でもいいです。何でもいい。ダメっていうものもほとんどない。ダメっていうのはですね、貼ったら痛かったとかいうのはダメです。全く痛みがないような、まあ無機質なものだったら大体何でもいいです。直径は1ミリ以下がいいです。大きければいいかって言うとそんなことないです。
聞かせるにはどういうことがいいかって言ったら、こう押さえたら、あ、ここが痛い、もうそこの一点これ痛い、ちょっと指をずらすと全然痛くない、またこう戻すと、あ、やった、痛い、痛い、痛い、それそれそれ、そのもうものすごく激痛の圧痛点にこういうちっちゃい1ミリ以下のちっちゃいものをですね、もう正確にペタッとこう貼り付ける、それが一番効きます。でこう押さえたら、あ、この辺が痛い、うん、それじゃあもう、このくらい大きいのをちょっと貼っとこうかとね、ここにこんなちっちゃな痛みがあるけど、これベタッと貼ったらいいじゃないか、全部網羅するからいいじゃないか、それはあんまり効きません。やっぱりちっちゃい痛みの激痛のちっちゃい痛みを見つけて、その激痛のちっちゃい痛みに間違いない、もう寸分狂わずピタッとこう当てて貼るのが一番効きます。だから逆に言うと、ぼーっとした痛み、大きく広いような痛み、まあ大きく腰が大きく広く、この辺が痛い、そこはなかなか治療しても良くならない、もう一点ここだという、そういう激痛の痛みを探すと、でそこに間違いがないようにピタッとこう当てるっていうのが一番効きます。でこれを三陰交に貼るわけですね。で三陰交の一番痛いって言われるところに、この、絆創膏の中のアルミホイルをこう丸めたのがずれないようにそこにピタッとこう当ててみてください。瞬時に変わります。瞬時というのは貼ったらすぐっていうことですから、もう1秒も2秒もないと、そのくらいに効きます。最近このアルミホイルをこう丸めた粒で、病院に入院中の、尿路結石の患者さんに、患者さんがまあ友達ですけどに指導しました。これもう激痛でもう死にそうなぐらい痛いですよね。ですからもう救急車で病院入ったんです。ですから、まあ何かしらの薬、鎮痛剤なんか出てると思うんですけど、でも、泌尿器科じゃありませんので、特別な薬は使ってないですね。でまあとにかく1週間ぐらいこれで待ってみましょうと。で出るようだったらそれでもいいし、出ないようだったら次の病院に、泌尿器科に専門のとこ行きましょうと。と言って、2日目ぐらいから、このアルミホイルでぐるぐるっと丸めたのを、足の小指ですね、腎臓ですから F3 ですから、そこにこう貼り付けて、お見舞いに来た娘とか奥さんにもカーッとこれをグリ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 ずっとやらした、そうすると痛みがこう変わってきた。もう背中腰の方から痛かったのがちょっとお腹の前の方に痛みが移ったかなって言って、で4日目ぐらいですかね、なんか痛みがすごく軽くなったんですよね。病院の中をぐる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 歩くようにした。やっぱ動いた方がいいだろうと。で、今日はもうあと2日でここ退院して、次の病院では結構強い治療をするということになったらしくって、よっしゃ、このアルミホイルをですね、もうちょっと強めにこう絆創膏で止めて、病院の中を9000歩歩いたと、パーッと、まあ、刺激は強くなりますから。でその日の夜おしっこをしたら石がボロボロボロって出てきた。で次の日の朝になって、まあ、すぐ LINE が来ましてね、そのションペンから出てきた石も一緒に写真を撮って、嘘みたいに楽になりました。で今ちょっとまだこの辺に鈍痛があるけど全然痛くないです。でその翌日退院になったんですね。で夜に家に来て、でお腹をこう押さえるとね、右のお腹がまだパーンとこう張ってるんですね。で腰もなんかちょっと重たいと。でお腹が硬いんです、とにかく。で、まあ、F3 の整形歯楽をやったんですけど、 F3 の整形歯楽をやったらさすがにアルミホイルとは違いますよね。歯楽すると。お腹がふわっと柔らかくなった。でその翌日もメールでこのやり取りしたんですけど、全く痛みがない。で次のところの病院に行ったも、腫れてた腎臓の腫れがピュッともう引いてしまってる。で痛みもない、お腹も柔らかいまんまということで、入院しないで済んだというので、今宮崎に出張してます。その友達から今朝メールが来ましてですね、今宮崎にいます。だからもう完全に良くなったんだなと、まんざらこの
アイルミホイルもバカにしたもんじゃないなと。さて三陰交というのは何だろうと。三つという字ですよね。それと陰から交わる、三つの陰の経絡が交わっているところ、三陰交ですよね。陰の経絡って何かっていうと、親指の内外にある髭経と、関係ですね。それから足の小指にある腎経、髭経と関係と腎経、この3つが女性の体に非常に重要だということですね。その三陰交と、髭経というのは足の親指の内股側の爪の角から、脇腹までこういってるんですね。で、髭経は大体何をするかというと、左足の髭経っていうのは胃の治療をしてます。まあ、婦人科というか、これはどっちかというと、おっぱい関係に、例えば乳腺を起こしたりとかですね、そういう場合は F1F6、の整形試薬をしますね。だから関係は、右足の関係は肝臓を治療するんですね。でもその肝臓に行く前に、男性女性生殖器系に入ってます。だから女性だったら子宮とか卵巣とか、そういうところの問題もあるでしょうし、男の人だったら、まあ、おちんちんから睾丸からね、こういうところ生殖器系の症状にこの F2 というのは関係は使っていきます。で、腎経は足の小指から内股の一番深いところを通って、それから、まあ、一番内股のところからお尻の方にかけて、こう巡ってるわけですね。やっぱり婦人科の方でぎゅーっとこう喉まで上がってます。これが腎経ですね。で、三陰交で治療効果があったっていうのは、この3つのうちどれかトラブルを起こしてるんですね。ですから次また同じような腰痛が出た時に、今度は三陰交に塩皮疹とかパヨネクス貼るんじゃなくて、F1 の清潔試薬をやってみる、 F2 の清潔試薬をやってみる、 F3 の清潔試薬をやってみる、でどれが一番効いたのかというのを確認すべきだと思います。そうするとうちの家系はこれが弱いんだなっていうのが分かりますので、子供さんとかお孫さんに、注意しなさいねということができます。はい、次のページいきましょうかね。手術なんですが、まあ、女性の、晩年の腰痛の中で若い頃にやった手術というのが影響していることはものすごく多いです。まあ、どういうのがあるかというと、遠因切開、これはお年の方はご存じないかもしれない、今の若い人のお母さんたちは約7割方遠因切開をします。出産の時にですね、帝王切開、お腹をこう切って赤ちゃんをこう出すという、これはもう、手術ですよね。それから子宮とか卵巣とか、まあ、そういう婦人科系の手術をすると、その他盲腸とか虫垂炎とかですね、それからお腹の胃とか肝臓とか、そういうところの手術をすることもあります。こういうのが10年20年30年40年経ってくると腰痛の原因になってくると。でこの中で一番考えていただきたいのが、やっぱり一番やってる人が多いのが遠因切開ですから、遠因切開をしてる人でいろんな症状がどうもあるみたいですね。腰痛は一番多いかもしれません。ですね、女性の婦人科の手術の中で最も多いのが出産時の遠因切開ではないかと思います。初産の 70% の人で遠因切開が行われると、これネットで見ると7割から8割って書いてあるんですね。でもお役所のホームページ僕ちょっとついでに見てみたら、だ3割って書いてあるんですね。なんでこんなに違うんだろうと、 50% も違う、なんかおかしいなと思うんですけど、なんかあるんでしょうね。うちの患者さん高齢の方多いですから、遠因切開って言ってもいや知らないという人もいます。
まあ、近年は特に多くなっていると。遠位切開直後には問題なかった、遠位切開直後に問題のある人はものすごく多いんですね。でもその直後じゃなくて半年1年、5年10年経ってからでもなんか今まで感じなかったような痛みが出てきたり腰痛がひどくなったり、まあ、歩くのが嫌になったりとかですね、もういよいよひどい人は足が前に出ない、足を前に出すっていうのは陰部がこうここがこうちょうど開くわけですから、動くわけですから、もうそれが痛くて足がもう前に出せなくなるんですね、そういう方もいます。でその遠位切開して切った部分を抑えると痛みがある、これはもう論外ですね。もう痛みがあるわけですから、で痛みがそんななくても傷がこう盛り上がってハンコになってる、痛くないんだけどそこを抑えると嫌な感じがする、嫌な感じがするんですね。で歩くとどうもそこになんかこう神経がいって、嫌だなと。でこういうのがある場合は、まあ、一度遠位切開遠位部を治療してみる必要があると思います。で遠位切開の治療ってどういうふうなことをやるのかっていうと、百会と遠位の圧痛部に治療する。で百会というのはこの頭のてっぺんですね。でこれは体の真ん中、この体の真ん中の治療をします。背中の方もこう背骨に沿ってこうこの真ん中ですね、この真ん中で、この真ん中のここに肛門があったり、その遠因があったり子宮があったりするわけですから、そういう治療では百円を頭のてっぺんですね、これを使います。百円は針ちょんちょんちょんとこう刺しましてね、でここ15回ぐらい出血させるんです。そうすると歩くのが楽になったとか様子が楽になったって言ったら、他に何にも考えられなかったら僕はもう遠因切開が原因じゃないかなというふうに思います。何にも悪いことしてない、何にも運動もして何もやってないのに最近痛いという場合で百葉をやったら他に考えられないんですね。内臓も大丈夫と言ったらですね、でこの場合はどうするかというと、ハペパッチをですね1枚お渡しします。で遠位切開原因じゃないんですかっていうお話をしといて、トイレに行ってもらいます。でトイレで自分で遠位切開したところが分かりますので、そこにこれ1枚ハペパッチを貼ってもらいます。で、貼りに行くのと貼って帰ってきたのと歩いてきますから、歩いた感じ腰痛どうですかと尋ねるようにしています。もう非常に高い確率で、なんでこんなもんで良くなるんですかとこう言われます。でもそこに原因があるんだったらそれを治療しない限りは治らないでしょうね。これも百葉を何回やるよりも、遠位切開したところに治療した方がいいと。ところがこれまた念の道具がない、その場合は、爪楊枝をですね、爪楊枝を10本束ねて、でこう爪楊枝を輪ゴムでこうぐるぐるぐるっとこうやって、でこう先端をこうちょっと軽く揃えますよね。こう揃えたのでこうトン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 と2、30回ツン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 とんがってる方でこうしてみたら、お血が出てると、いいです、それは出てたら自分でこう絞って拭いてください。トントントンとでやってるうちには腰がなんか楽になったなと思ったら、まあ遠位切開も考えてください。次はですね、帝王切開、これが手術ではなくかいつの日からか出産になりました。帝王切開ってのはですね、なんか手術してないですかこう方針表明が、いや手術はしてないですけど、出産はじゃあ普通でした、出産は帝王切開です、ね、いやそれは手術でしょと、ツッコミを入れることになるんですけど、あれ雅子様でしたかね、帝王切開されたんですね。で、NHK を見てると帝王切開で出産されましたと言われてました。帝王切開は帝王切開なんですよね、出産は出産で本当は別に考えなきゃいけないんですけど、帝王切開で出産、帝王切開は出産、あの日からなったんじゃないかなと思います。考えてください、昔のお侍さんがパッパッと切腹しますよね、もうそれより深く切ってるんですから、もう手術じゃなくて何だろうという話ですね。
あ、最近はあの昔は帝王切開ってこう切ったの、今こう横切ってるんですよね。こうじゃなくてね、昔はこう切った、今こう切ってます。どっちがいいと思います？縦、そうね、東洋医学では経絡なんか学んでるとこう縦の方がこう一本だからいいんじゃないかって、横に切ったらこう陣形が走ってますでしょ、異形があるし関係があるし、引けもちょっと横通って、こうなんか5、6本経絡をブツブツブツっと横に切ってしまうような気がしますから、まあ縦の方がいいのかなと思うんですけど、今は横が多いんです。横が増えてきて、なぜかというとパンツを履くと隠れるから、泳ぎに行けるでしょこれでって言われるんですね。ああ、そうか、ね、僕には分からないんですけど、そう言われてました。で、帝王切開の痛みの調べ方です。帝王切開じゃなくてもお腹の手術をしている人のそのお腹の痛みを調べる場合は、書いてある通りにやってください。立ちます、ね、立ちます。背中、お尻、これをこう壁につけるんですね。背中やお尻を壁につける。なぜかというと壁についてないと体がこうグラグラしますから、私が前からこう押さえるとおっとっとっとこうなるんですね。でこれをだからこう壁にこうピタッとこうつける、お尻とかかかとか頭もこうつける、そうすると安定しますから、で前からここからっていうところを押さえる、で一箇所押さえてみたらここが痛いっていうところがあったら、痛いところに印つけますよね。そしたらそのこう前後左右もこう押さえて調べてください。何回押さえてもギャッと痛いところが、治療するところですから、そこでこうマジックで印つけといてくださいね。ですからうちに銀杏治療にいらっしゃって腰が痛いっていう方で、あの初心の方は、先生腰が痛いんですよね、腰直してくださいみたいな感じでいらっしゃる女の人です。で白衣着た私がいてベッドがありますね。で私がちょっとよそ見してる間に患者さんがやってうつ伏せに寝ようとして、うちでうつ伏せに寝て寝る患者さんをこう治療することは100人中1人もいません。まずそんなやって腰を治療することはまずないです。でうつ伏せにこうやってこう寝ようと、ちょ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 待って、腰掛けてください。でまず立ち上がってください。で立ち上がるでしょ。で立ち上がった時腰の痛みないですかって聞いたら、いや大丈夫です。ではい前屈、はい後屈、はい横に、はい回転。でそうやってるうちに手術は、あ、盲腸、あ、盲腸したんですね。はいこっちに立って。もうほとんど患者さんの診断する時には座ってるか立ってるかですね。寝た患者さんを調べるっていうことは、なんだろうな、まあお腹の内臓の病気の時は何かぐらいですよね。そうじゃなければほとんど立つか座るかです。正確にはそうじゃないと調べられないですね。もし患者さんが寝るとつらいと、寝た時に痛くなりますという場合は寝てもらいます。例えばどんな格好で寝ますか、ね、横向いて寝ますとかいう時にはどっち向いて寝ますかって言って、じゃあ一回寝てくださいって、こういうことはあります。でもそうじゃない限り全部ほとんど座るか立つかですね。患者さんに寝てくださいって言った時に仰向けにこう寝て膝が立ってる人がいますよね。こう膝をこう立てたまんまこうやって僕が何かするのを待ってる人いるんですね。で膝を立てなきゃいけないっていうのはだいたい股関節の前がここの筋肉痛めてるかお腹が具合が悪いかとどっちかです。だから膝を立てるんです。膝を立てるとここがこう緩むんですね。だから楽になるから、でそういう人っていうのは膝立てたまま上向きに寝てる人はめったにいないですね。膝を立てると右か左かどっちか倒れるんです、バタッと。じゃあどっちに倒れますか、楽な方に倒れるんですね。例えば右を下にして寝るんですって言うんですね。ということは左を下にして寝たくないんですね。で、左を下にして寝てみてくださいって、もうこの辺が嫌なんです、どうしたんですか。いや、あの乳がんを手術した後から左の脇腹が痛くてしょうがないって言われるんですね。そういうことですか。で起きていただいてその乳がんの手術した後の圧痛点にこの
NPC をパッパッパッと5、6枚貼って次にいらっしゃった時にはもうあの左向いても寝れるようになります。こうなります。だからもうその患者さんのこの姿勢っていうのをよく見なきゃいけないところですね。痛いところの治療とで何回抑えても痛い、1回目は痛い、2回目抑えたら痛くない、ね、これはもうカウントしません。1回抑えても痛い、2回目抑えても痛い、3回抑えてもやっぱり痛い、4回抑えてもやっぱり痛い、でそこは治療しようと、それ何回抑えても痛いところということをところを治療点にしてください。それが分かったらハペバチとか鉛筆芯をペタッと貼るだけですから、もう誰でもできます、ね、紙をめくってプラスチックをこうやって半分に折ってでパッとこうだこうペタッと貼り付けるだけですから非常に簡単です。でこんなもんでって言うんですけど、まあ、こんなもんでも何でも良くなればいいわけですから、次いきますね。次はちょっと高齢の方の腰痛です。圧迫骨折、圧迫骨折っていうのがあるでしょ、尻餅をついてから。この間リハビリで外科に行ってベッドから落ちて圧迫骨折した人っていうのがいるんです。本当に悲しくてしょうがないんですけど、でもその病院じゃ圧迫骨折したとは絶対言わないんですよね。病院で骨折したって言ったら評判関わりますからね。で娘さんからうち電話かかってきた、実は母がこうこうこうなって、もうその方はね鹿児島の出身の方で非常に私とそのお母さんの仲が良かったもんですから、最近来ないなと思ったら、まあ、やっぱ足腰弱くなってるんですね。で電話かかったらです、もう泣くような声で会いたいんですよ、どうなってんですかねって、で見てもらったんですかって、その転んだところの病院でレントゲン取ったら全然どうもない、全然悪くないんだ、ね、よそ行ってくれって、すぐあとでよその病院に行ったんですね。でそこでもまあ大丈夫だ、何も悪いとかない、って言われたって言って電話かかってきた。分かりました。で明日ね、まあその娘さんと一緒にそこの行った2軒の病院とは全然違うとこ行ってごらん、で病院でベッドから落ちたっていうのも言わない、で 家にいたらなんか腰が痛くなったから見てくださいって言って行ってごらんって言った。で夕方電話かかってきて、で先生圧迫骨折してました、今もう入院してます、そういうこともあります。気をつけていただいて、でその圧迫骨折、で病院で圧迫骨折しました、1ヶ月入院、2ヶ月入院しました、もうコルセットのこんなのに入ってじっとしてたら、あ、つながったと。でレントゲンを取りました、あもう大丈夫ですね、つながりました、はい、退院退院おめでとうってね。ところが1週間しても2週間して もう腰が痛くてね、とにかくもう上向きに寝ようと思うんだけどもう痛くて寝れない、なんか腰がだんだん曲がってきた、こういうことなんですね。で病院に行きます、じゃあもう一回レントゲン取ってみましょうか、でレントゲン取ります、あこうしてね骨の絵がこう映ってくるよ、これですよね、この骨、あ綺麗に、まあ、まあ形はちょっと変わったけど、うん、綺麗にいってますよ、大丈夫ですよ、ね、骨折は治ってますよって言われるんですね。そうです、骨折は戻ってるんですね、骨が、で痛みは取れてないんです。それは骨折の治療ともう一つ痛みの治療っていうのをやらないから痛みが残ったままになるんですね。であんまり痛いというと大体強い鎮痛剤が出ます、それで胃がおかしくなったり具合悪くなりますから、でうち、にお見えになって、この背骨っていうのはここですよね、ここのとこやってるわけです。この背骨の上っていうのはこの百叡てっぺんですか、この百叡をちょん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 と試薬してチュッチュッチュッとこう血出すと、もうその場で良くなる人がほとんどです。圧迫骨折後の痛みで、悩んでる人ですね。2年ぐらい前に、足を試薬しようとして、じゃあ寝てくださいっつって、もう90近くの患者さんですね、で寝てくださいっつったらですね、もうこう横向きにこうなったまんまね、上向いて寝たことないんですって言われるんですね。なんでですって、もう圧迫骨折した後から腰が痛くて上向きに寝れないんです、ああ分かりました、じゃあ座ってくださいって、ちょ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 って言ってね、先にこの腰の痛いのからちょちょちょ、はい寝てくださいって言ったら、うわっておお寝れたとか、ね、
10年ぶりぐらいに寝れました。で、まあ、治療はしたんですけど、 何が喜んだか、その寝れた、腰の痛みが取れました、それが一番喜んでもらいましたですね。でそれからずっともう 6,7 年になりますけど、もう腰の痛みは出てないですね。1回だけで終わりました。もうこれはまぐれじゃないです。皆さんもおやりになれば同じ結果が出ます。で圧迫骨折の痛みがあって、これはさっきやりましたね、爪楊枝を10本束ねてツンツンツンと、これなら鍼灸師じゃなくてもできます。爪楊枝でつっつくわけですからね。もう病院お見舞い行ったら、腰が痛くて言って、もう横でこう耳打ちする、それはね爪楊枝10本くるくると自分でトントンやってごらん、痛みが軽くなりますからね。さて最後のページいきますね。それでいろんな腰の痛みが、まあ、あるわけですけど、庭の草取り後の腰痛っていうのがあります。これ昔は農家のおばちゃんたちが腰痛を起こしてたのこれなんですけど、今は農家のおばちゃんたちは腰痛あんまない、腰曲がってないです。今いけないのは家庭菜園やってる家庭の主婦です。もうしゃがみ込んで無農薬でやるんだってね言ってますから、もうしゃがみ込んで1時間も2時間もねやってるわけですよね。それで腰痛を起こすと。でこのしゃがみ仕事で痛めるっていう、この腰痛っていうのは股関節の前側の筋肉、もうこの辺の筋肉をね、こうガーッと縮めてしゃがみ込んで仕事してるもの、ここの痛みが腰に出てるんですね。だから腰いくら治療しても良くならないんです。椅子に座る時間が長い、で椅子にじーっと座ってるっていうのも、これも腰痛の、今の股関節の周りの筋肉が衰えてきて、しかも凝りを作ってしまいます。車の後部座席、それとバス、こう皆さんがこれから秋の、もみじ狩りに行きましたとかなんとかいう時もですね、乗ってはいけないのは車の後ろの席の真ん中です。これ絶対座ったらダメです。一番特等席は助手席ですよね。疲れたなと思ったらリクライニングシートでバッとやって後ろをカッとこうひっくり返って寝ていったらいいんです。で2番目は後ろのシートなんですけど、のどっちか、ドア側、これ4日かってずっといけるでしょ。でそれじゃないとダメです。真ん中は一番ダメです。だからバスもどっちか4日かれるんですけど、並んでるところはダメですよね。こう横にこう4日かれないっていうのはですね。それから間違った運動とかストレッチと、これよくあるんですね。日頃運動してないから、ジムに行って運動しよう、ジムに行って運動することはいいんですよ。でもね、日頃何にもやってないのに、いきなりなんかカーブスかなんかの会員になってもうガンガンやってきました、次の日からもう腰痛くって、もう何人も添えてくるんですよね。もうじゃあなんかトレーナーの人に頼んだらどうですか、いるけどね役に立たないって言うんですよね。そのあそこにいるトレーナーのお兄ちゃんたちっていうのは、その機械の使い方とか、そのやってる人が失敗しないかとか怪我しないか見てるだけであって、あなたにはこういうのがいいでしょうとか、このくらいやってください、そういうのを教える人じゃないんですよね。バイトのお兄ちゃんですからね。ちょっと前に流行った開脚っていうのがありますよね。もうやりすぎてる人がいます。これね、毎晩やってますっていう人がいますね。何のためにやるんですかってよく聞くんですよね。何のためにそれやるんですか、いやした方がいいと思って、なんかいいメリットがあるんですか、なんかかっこいいじゃないですか、いやじゃあ外行ってそれやるんですか、いややらないですけど、いや動物界でそんなことすることはないでしょ。で男だったらあれですけど、女の人だってもうこう股広げるわけですから、もう無防備もいいとこですよね、あの格好っていうのは。絶対自然界であんなことやってる動物いませんよ。だから必要のない動きだと思いますね。開脚するとか言ってね、少しぐらいならいいですよ。あれができたらなんとかって、あれはちょっとね、どうかと思いますけど。和式のトイレ、
和式のトイレがダメとか言う人もいますけど、和式のトイレっていうのは非常に日本人のこの体にとって理にかなってるんですね。でこの和式のトイレがどうも使いにくいとか言うと、これなんか体の使い方間違えてるわけですから、そこを反省しなきゃいけないんですよね。でみんな洋式のトイレするもんだから、あれ座ってると踏ん張りが効かないから便がうまく出ません。便秘の人がですね、和式のトイレで便秘したら出ますよ。洋式の便秘だったらね、踏ん張りきれないから出ませんから。出産だって格好でした方が出産は絶対楽ですから。世界中で格好でお産婆さんのとこ行くと、天井からこんなロープが吊り下がってて、これにお母さんこうやってうーって子供を産むっていうと今でもいくらでもあります。だから踏ん張る格好っていうのは格好がいいんですよね。椅子に座ってる格好でうーっていくらうーって言ったってね、出ないですよ。ウンチングスタイルって言いますよね。格好が一番いいです。まあ便がうまく最近便秘でとかいう人は和式のトイレでやってみて、まあ立ち上がれなくなったら困るから手すりかなんかはちゃんと用意しておいてね。私の知り合い のお姉さんがもう50年ぐらい前ですけど、宝塚に入ったんですよ。宝塚歌劇団に、まあ当時で言ったらハイカラさんですよね。で飛行機でこう向こうまで行ったんですね。当時でしょ、飛行機に乗るときスリッパ履かなきゃダメだぞって、あそうかってこう信じたぐらいですから。でトイレ行ったんですね。見たこともないものが置いてあるんです、トイレ行ったらね。 であれでどうしてやったんだって帰ってきた話になったんですけど、上に、座ったそうなの。こうやって上にこうやってあら飛行機揺れてるのに大変だなと思ったんですけど、とにかくそうやってやるもんだと思ったそうです。ね、昔よき日本の時代ですけど、でも本当は形っていうのは一番便が出ます。まあ試してみてください。もうちょちょいとやります。これを見てください。これとこの裏側をですね、心臓と血管の方は来週やります。来週の、23日、来週の23日に心臓と血管をやります。で今日は体を作るタンパク質っていうところをやります。こっちの方ですね。で皆さんも50歳からの体を作らなきゃいけない、体っていうのはタンパク質でできてますので、さてタンパク質をどうやって、摂取しようかと。一番ですね、タンパク質の摂取が出てくると筋肉が落ちてくると、内臓の働きも弱くなって消化吸収も悪くなって血液が十分作られなくなります。髪の毛の強くなくなって、肌はシワやシミが増えてくる。で年齢以上に老けてみられる。で骨折しやすくなる。怪我の治りが悪くなる。赤血球ができないと栄養の供給や酸素の供給が悪くなって全身状態が、悪くなるので、なんか元気がなくなります。で体の免疫の仕事をしている白血球ができないと感染症にかかりやすくなって、インフルエンザとか風邪をひきやすくなる。がん細胞を発見したり戦ったりする力が落ちてくる。これは免疫の力ですからね。今がん免疫療法なんていうのがね、どんどんできてます。なのでタンパク質を十分取らなきゃいけないと言うんですけど、2番目ダイエット、どうしてもこう痩せたいと、ちょっと太めで気に入っている人がスリムになっても、これ体重じゃないんですね。体重じゃないんですよ。誰も首から私何キロって首から下げてるわけじゃないですから、こう細くなったっていうよりね、締まった体になるのが一番いいんですよね。細いっていうのはただガリガリで筋肉ついてないのに脂肪ばっかりの場合でも細いですから、これねやっぱある程度筋肉がついてこう締まってなきゃいけないですね。
昔はただ痩せているだけの女性モデルが敬遠されている。今の話じゃないですね。昔はですね、痩せてるだけで良かったんですけど、ちょっと前からね、痩せてるモデルはもう使わないというふうに協定というか、みんなそうなってきた。で、今はモデルさんってどうなってるかって、筋肉質で、足とかお尻とかこう肩とか胸とか腕とかがですね、ビシッとこう締まってる人で、これがいいというふうにされております。また筋トレや有酸素運動を毎日生活に取り入れることによって、何歳になっても理想に近づくということができると。これは3番、食事だけでは解決しないと。ダイエットっていうのに食事を減らすだけでは、こういういい理想の体にはならない。減量だけのダイエットでは筋肉が落ちて、筋肉が落ちた分脂肪がついてますから、ふにゃふにゃした体になるということ。減量だけではダイエットだけではブヨブヨの病的な体になると。でこれ中高年でやってしまうと骨粗しょう症ですね。ある60、70歳ぐらいの人が食べるのを減らして何も運動しない、でも見た目は変わらない、脂肪ばっかり増える、だから骨は弱くなってますから、すぐに、骨折します。4番目ですね。で運動、まあタンパク質をしっかりとって運動しなきゃいけないっていうことですけど、運動っていうのはこの筋力から柔軟性からバランスから持久力、ある程度の持久力っていうのは必要です。これらを満足する運動っていうのが必要で、まあピラティスでやることができると。あと持久力っていうのがありますけど、これはもうランニングやったり水泳やったりエアロビクスとかダンスとかこういうものを取り入れていけばいいんじゃないかなと。まあ、私もいろいろ運動やって何やればいいかなと分からなかったんですけど、ピラティスやって大体解決。昨日 もう夕方からバリバリ鍛えられましてね、今日はなんか腕のこの辺が筋肉痛を起こして、足のこの辺がちょっと筋肉痛を起こしたんですね。いじめるんですよ、青柳先生はね。私のこと嫌いなんじゃないかと思うんですけどね。本当にもう今後ろに来てますけど。5番目、吸収ができない中高年。3世代住んでる。うちは3世代で同居してましたから。孫がいますでしょ。で私たちがいて、おじいちゃんおばあちゃんが。3世代。同じもん食ってもね、じいさんばあさんは吸収してないんですよ。もう60が70になると同じもん食べてもですね、人糞製造機でうんこになって出てるだけです。子供たちはちょぼっと食ってもわーっとこう吸収できるんですね。まあ50歳前後ぐらいまではある程度はちゃんと吸収できます。でも今度は60、70、特に胃腸が弱い人は食べても吸収ができないんですよ。これはしょうがないです。これは年齢のせいですから。ところがですね、吸収できないのはタンパク質なんです。タンパク質がなかなか吸収できない。で、吸収しやすいのは糖分と脂肪です。ですからおじいちゃんおばあちゃんで糖分と脂肪だけは吸収してなんかこうブクブクっと太ってる人っていくらでもいるんですね。なかなか筋肉質になれないというのはそういうことなんですね。うちのおばあちゃんもなんか一回骨折か脳梗塞で入院したらもうガリガリに痩せたんですね。でおばあちゃん痩せたねって、これで軽くなったから俺も介護が楽だみたいな話してたら、もう仏壇に上がってるおじいちゃんのですよ、おじいちゃんの食べ物ですよね、仏壇に上がってるんですよ。それ生き仏様が毎日食ってるんですよ。そうするといきなり太りましてね、こんなに太るのかっていうぐらいに体重がみるみる10キロ増えました。糖分と脂肪はね、吸収するんだなと思ってね、特に女性は糖分と脂肪の吸収はすごいです。でこれはおっぱいを出すためにそうできてるんだろうなと思います。で筋肉、タンパク質っていうのはやっぱり運動してからじゃないとうまく吸収できないんですね。でもこれは何とかしなきゃいけないと。で6番目で、私がアミノ酸というのをこう作りますけど、これは胃腸が弱った人でも腸までこのアミノ酸がですよ、腸までビューッと流れてくるとこの腸の穴にスポッとこう入るんです。そうするともう消化なんかしなくていいですね、吸収だけでいいです。そういうのがこのアミノ酸なんです。で今回はですね、アミノ酸と私が言いますけど、この遊離
アミノ酸、これちょっとアミノ酸を研究する人の中では、アミノ酸というのはこの遊離アミノ酸というのが重要なんだというのは常識なんですよね。で、遊離アミノ酸というのはどういうものかというと、書いてある、体の中、特に血液の中に他のアミノ酸とくっつかなくて存在しているアミノ酸のことを遊離アミノ酸と言います。アミノ酸というのはベタベタベタっとくっついてくるとペプチドという形になります。ある程度の大きさので、このペプチドがまたベタベタベタっとくっつくと皆さんの筋肉になったりするんですね。だ、そうやってこう組み合わされているアミノ酸というのは、これはアミノ酸とは本当は言わないんですね。で、この遊離アミノ酸、血液の中でもうバラバラになっているアミノ酸っていうのが、例えばどっか怪我しましたっていうところがあったら、このアミノ酸がビューッといってすぐにその怪我を修理することができるんです。そういうアミノ酸のことを遊離アミノ酸と言います。問題はその食品の中に、例えばこの中に遊離アミノ酸が、この中にですね、遊離アミノ酸がどれだけ入ってるかなんですよ。ところがこれカプセルになってたりしますよね。で、カプセルを塩酸で溶かすんですよ。塩酸で溶かすと、そのカプセル、豚ですけど、豚まで全部バラバラにする。これは遊離アミノ酸とは言わないです本当は。で、それをこう分析して、いや、うちの、アミノ酸のこのカプセルには、100万入ってますとかね、とんでもないこと言い出すんです。絶対そんなのはありえないです。だ、そういうアミノ酸に、塩酸で分解したものをこう測ってるわけですね。で、私のは違います。私のは証明したできるようにですね、このカプセルの中身の、カプセルの中身の中にどんだけの遊離アミノ酸が入ってるかっていうのを分析して、ちゃんとこの中にこう出してるんですね。問題はその遊離アミノ酸です。で、このツボマグロトとか肝心要とか、こういう中には遊離アミノ酸がたくさん入ってる。どのくらい入ってますかっていうと、 100ml 中に19500とか、そのくらい入ってます。普通の黒酢ってお酢がありますよね。お酢を飲みましょうって言うじゃないですか。あれが 1ml 中に500です。坂本の黒酢とか、なんとかの黒酢とか、鹿児島の黒酢とかいうのがあるでしょ。あれが500です。私の作ってるこれは19000入ってます。で、久留米にある食品分析センターに行って、この話をしたら、そうですよね、遊離アミノ酸がどれだけその食品の中に入っているかというのが問題なんです。その遊離アミノ酸が人間の体の中に入ってくると体を修理してくれるんですね。で、7番目です、即効性のある遊離アミノ酸、筋肉を作るプロテインと、タンパク質の最もちっちゃい単位がアミノ酸です。アミノ酸が何個かくっつくとペプチドになってきます。で、ペプチドがもっと集まってくるとタンパク質になって筋肉になったり、内臓になったり、目ん玉になったり、髪の毛になったりします。で、このアミノ酸は免疫細胞や白血球ですね、ホルモンとか神経の伝達物質とか、細胞の材料になります。で、病気や怪我で壊れたところを修理する材料となって、即効性がある有利アミノ酸ですね。接着剤、皆さんが何か壊れた時に接着剤って使いますよね。すぐ治ってほしい、なんとかすぐ修理できたらいいなっていう時は瞬間接着剤って使うでしょ。ピュッてやってペッとこうくっつきますよね。これが遊離アミノ酸だと思ってください。で、プロテイン、まあ、タンパク質でもある程度細かくなって、体の中入って、なんかこう体を作る筋肉の元になる、これがプロテイン、体幹をこう作るものですね。躯体を作る、まあ、建物でいうとコンクリートみたいなもの、これがプロテイン。だから筋肉だけ考えればプロテインが必要なんですね。でも皆さんがある程度高齢になって、あそこが壊れたらここはいけない、どうも目の調子が、胃の調子がおかしい、心臓が、その時必要なのはこの遊離アミノ酸なのを間違えないようにしてくださいね。だから運動して、あとは、じゃあこれたくさん飲めばいいのか、そういう問題でもないです。もう何でもいいんですけど、もったいないです。だからタンパク質をちょっと分解したプロテインを取られるのが一番いいです。で、8番目、何歳から筋トレを始めましょうかねと。50歳から始めるのがいいんですけど、まあ70、80でやっても全く構いませんので。で、9番目ですね、
で毎日の運動で1週間に7回ぐらい運動しましょう。で運動でも皆さんがおやりになる運動っていうのは毎日やって全然構わないぐらいの運動です。あのスポーツ選手はですねよく、3日とか4日やったら1日休みましょうとかそういうことを言うんですけど、そんな運動は皆さんはまずやらないと思います。僕もそんなことはやらないです。だから皆さんはだいたい毎日決まって1時間か2時間ぐらいは午前中と午後にこういうことをやろうと決めて運動してちょうどいいぐらいです。もう生活の一部ぐらいのもんですから。で私がやってるのはピラティスですけど、ピラティス午前中に1時間ぐらいやって、で昼から、まあ、夕方かなんかに1時間ぐらい軽くこうやると、それで筋力をこう落とさない、できれば筋力が少しずつこうなんていうんですかね、向上していけばいいなと思いますけど、そのぐらいはやった方がいいです。で時々そのピラティスに行った帰りに治療にこうお寄りになるんですね。で先生私、まあ、昨日の患者さんもね、運動はどうしてます、あ先生今私ピラティス行った帰りです、ね、もうルンルン、そうです昨日はやりましたか、いや昨日一昨日は、先一昨日はっていうとね1週間のうち1日しかやってないですね。そんなんじゃダヤーって私が言うもんでからもうぺちゃんこになってねお帰りになるんですけど、まあ、それでも1日でもやればまだいいですけどね。でその習ったものをご自宅で、反復練習してやるというのが大切なんですね。あとピラティスをやってなんか私ここが足りないなと思うとこがあったら自分でプール行ったりとか、あのお散歩をつっとこうやったり、あの山登って足を鍛える人もいます、プール行く人もいます、はい、もう構いませんのでやってください。で10番目ですね。で鍛えた後はまあプロテインを取ってください。でこのタンパク質、プロテインというのはタンパク質のことですけど、タンパク質を何で取るのがいいかと、牛とか豚とか魚介類とかいろいろありますけど、まず、一番害がなくておすすめで、まあ、お安いのがこの大豆のタンパク質です。でこの大豆のタンパク質っていうのは、まあ、皆さんが料理でこう見たらですねたくさん使ってます。醤油でしょ、味噌でしょ、湯葉食って豆腐食って納豆食って